はい、40名さんの、およそ300メートル先、右方向です。今朝の9時半ですけど、ちょっと急にね、前回ボス食ってぶち切れてんで、右方向です。トラに行こうかなと思ってます。釣れるかな今日。ちょっと遅かったな、朝一で行きやがったな。ディープに潜んでんだよ、イルカのバスは。イルカのバス取れるかな。前回ね、一日やって、朝から晩までやって、フルでやって、休憩なしで、坊主だったの。うん、で、初めて行ってわけわかんないから、もう思いつきでやって、結局、岸際とか、そんなんばっか攻めて、で、ディープはあんま攻めなかったのね。うん、で、釣れたのはディープで釣れたって、ディープの釣りっていうのがイルカ駅の基本。まあ、奥琵琶湖と一緒よ。奥琵琶湖もおかっぱりですごく釣れづらいっていうのは、基本的にディープにいることが多い。ブラックバスかね。で、飯食うタイミングでシャローに上がってくるタイミングの日もあるよみたいな。だから結構奥琵琶湖のバスと傾向が似てる感じがするね。深いラインにいるブラックバスが15メーター、 1.5 キロ道なりです。だからその15メーターラインをいかにうまく、ディープの釣りを仕掛けれるかっていうのが釣果につながると。もちろんシャローを打ち倒してもタイミングが合えば釣れるんだけども、シャローに上がってくるタイミングが少ない傾向にあるね。朝10時になってしまいました。ここでやりますよ。ちょっと1匹釣らないと納得できないんでね。ディープの釣りをどこに仕掛けるかで、ちょっと軽くラーメン食べよう。ラーメン10分で食べて。イルカ池いい景色だね。どこにバスがフィーディングしてるか、それをちょっと読み解いていくしかねえな。昨日琵琶湖で小バス1匹で終わってるからね、そのまんまのリーグで行くよ。最強のこいつで投げ通せ。いきなり一投。粘るぜ。ここは浅いんでね、もうちょっと沖の方にいる。まあここにも入ることあるんでね、ここ水深でも結構あるな。沖のディープを狙うか。これね、これは結構これ安いですよ。5500円で、普通もうちょっと高いんだけどね、琵琶湖とか9000円とか1万ぐらいするんだけど、これ5500円で、これエレキ、これエレキ線で自由にこうやって移動できるという。うおー、結構スピードも出るしね。うん、これは本当に癒し効果と、あと1匹釣れれば OK の釣りだからね。50アップ、もう狙うはもう50アップ1本釣り、もうディープ底トントン重宝&そこから2メーターぐらい、深いラインちょっと探すだろ。うん、釣らんと本当に納得できんけ、一匹。ああ、はい、もう朝の11時になっちゃいました。戦略としてはね、今浜王を投げてきて、反応ないんですけど、これオオサンショウウオの黒、これ濁りがあるんでね、黒が一番目立つんですよ。これで黒の反射で底トントンからの、これで反応なかったら浜王でね、そこをそこからのミドストみたいな、まあ、ちょっとやりきってくるわ。これ神奈川ダムでもそうなんだけど、シャローで爆釣することもあるんだよね、神奈川ダムの場合は。だけどここ最近はもうシャローが全く岸際打っても全く釣れなくて、結局どこで釣れてるって言ったら、まあ、10メートルラインの底ディープ界隈で神奈川ダムは連発する。しかも釣れるエリアがね、本当にバーってこうやってあったら1割ぐらいしかないんだよね。あとどこ投げても無反応みたいな。だからこのね、全体のね、フィールドの中に1割2割ポツ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 ってバスがそこの方にいる。うん、その可能性高いね。だから結局ディープの釣りだよね。ワカサギを追ってる魚、ワカサギを追ってる。だからディープだからどこ投げていいか分かんない。駆け上がりかよ、やるしかねえ。相変わらずうんともすんとも言わないね、イルカ池は。ここ10メーター以上あるんだけど、もうそこずる引きでね、なんか地形も何にもないわ。目がかりも全くしないし、なんかもう地形変化もよくわかんない。何にも反応がない、とにかく。ただどっかにいるから、もうそこトントンで全部探っていくよ。で、当たりが出たらその界隈、魚が群れてるから、いるとこ見つけたら入れ食い、それがイルカ池。まだ釣ったことないけど、なんともならん、何にも当たらない。
難しすぎるな。これ修行だな。修行を重ねてイルカ池攻略しないとね。そこトントンしてます。ずっと深いラインを釣れねえぞ。オオサンショウウオ、そこトントン、何にも反応がない。あっち船集まってる方にいるのかな、ワカサギの群れが。あっち行こうかな。船がいるってことは魚影がいるってことだよな。いろんな人一生懸命投げてるけど誰も釣れてないね。うんともすんとも言わない。みんな一生懸命丹念にそこトントンしとる。みんなが誰も釣れてない。これ奥琵琶湖の釣りと一緒だよ。うんともすんとも言わんのが7時間8時間続いて、なんかのタイミングで来たみたいな。全然釣れんここだからこそ一匹釣れた時ちょっと嬉しいんだろうな。もう今日はディープの釣りって決めてるからね。深いラインもうシャローを捨てて、深いラインをそこトントン、深いラインからそこトントンから3メーターぐらい上げてスルーホール、もうこの繰り返しでいきますよ。いやー当たってくれないのかな。全然当たらない。たまにやってるとね、ほとんどないんだけど、ほとんど砂地みたいな根がかりしないんだけど、たまに岩とかがあるんだよ。そういうコリコリしたところを探してね、岩とかなんかその地形にぶつけていくわ。ほとんどね根がからないの、何にもないんだよそこは。たまに岩があるんだけど、その岩界隈だな。何にも釣れんここ、ひどいよ。えれえぞイルカ池はここはえれえぞ。めっちゃあったかいから気持ちいいけどね。11月7日今日は11月なのにあったかいけど何にも釣れない。くそ、景色はいいけど何にも当たんない。1時です昼の。バスがいない。ここ生き物がいねえ。ここは何にも反応がない。これはいかん。つっつっつれ。いやー浜王をスイムベイト投げ倒してね、ディープ攻めてね、今そこトントン、今6メーター7メーターぐらいか、ちょっと浅め、もうちょっと大きくと15メーターぐらいのとこ全部引いてくるわ。もう2時過ぎてきたぞ。釣れねえぞ。根がかり。ひでえな、ここ。どうしたらいいんだよ、一体。バスがいいね。ほんとに一匹二匹釣れたらラッキー。もしかしてさ、15メーターラインの9メーターぐらいの浮いてんじゃねえかな。よくわかんねえな。はい、とりあえずね、キャストし続けてます。このようにね。もういろんなラインを攻めてやってるんですけど寄ってこないんですよ。どうしたらいいんですか。早急にコメントで教えてください。イルカ池どうやったら釣れるか、早急に誰かコメントで。深いラインをディープをずーっとやってもね、うんともすんとも言わないんだよ。まあ当たってないんだろうけど、バスがいるとこう探り当てることができない。どうしたらいいんだよ。とりあえずもう手当たり次第打っていこう。でこの辺バーッと打ったらもう一回ディープに行こう。全く分かりません。ここまあ魚影は薄いっちゃ薄い、固まってんだろうねどっかに。あと小バスが多分少ないんだよ。でかいのが多いのかな。シャロー界隈も全く当たらないね。やっぱ15メーターとか深いところにいるのがね、ここが多分5、6メートルあるからね。でもいない全く。
20匹連れてるよ。本当にひどいですよ、これ。うんともすんとも言わないから、もうディープ行こうか。15メーターの深いとこ、もう闇雲に投げるしかないよ、これ。とんでもない、ここ。魚がいないじゃん。あと1時間ちょいな。もう4時半でも帰れないかんからね。もうこれね、ただバス釣りやってる人は7割方は真ん中で打ってるね。3割ぐらいは岸際でやってるけど、7割はど真ん中でこうやってやってる。みんなナビ使ってんじゃねえの、ライブスコープを。わけわかんないから、みんなが撃ってた跡をね、ハイエナのごとく、多分この界隈ずっと3台ぐらいいたから、入る可能性があるラインなんだと思うんだよ。全く反応ない。早急に教えてください、これ。イルカ池詳しい人、全く釣れない。ここは意味がわかんない。もうそこトントンやってる今、カーリーテールで奇跡の一匹を狙ってね。ハイエナ情報当たるのかな。これが釣れないってなると、これとんでもないことやで。ハマオウがこの尻尾プリプリが、おかしいだろ。おい、もう4時だ。とんでもない。ブラックバスっていう生き物がね、いない。ここはどっかにいるはずなんだけど、何にも釣れない。どこにいる。難しいね、ここは。うんともすんとも一回もバイトなしよ。一度もないバイトが。どうしたらいいんだよ。うわぁ、今日も坊主か。でも気持ちよかったよ、この海に。イルカ池というか湖みたいな、よコンビがやってきたな。また会おうぜ。ここで重大事件。あと15分でもう帰らなきゃいけないんだけど、すぐそこなんだけど、なんか投げてるか、今日投げるたびにミシ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 言ってると思って。最後の最後で買ったばっかりのエクスプライド6点のエイムが、こんなことあっていいの。これ最悪なんですけど、なんかやっぱ車で挟んだのかな、これ。車にあれつけなあかんな。車で挟んだっぽいな。もう取りました。車で挟んだな、多分これ。絶対挟まな、こんなんならん。マジ悔しい。そうだろ、これがやったんか。俺たちを守るため。ラッパーで誰か吹いとんの。
Making me forever。Oh, shit.